はい、えー、今回も、えー、毎日囲碁チャンネルを、えー、ご覧いただきまして誠にありがとうございます囲碁イ,インストラクターの金子健ですはい、えー、今回は、えー、NHK 杯の、えー、準決勝伊山雄太三冠対超九段の一局を紹介したいと思いますはい、えー、それでは、えー、見ていきたいと思います伊山さんの黒番ですはいはい、早速三三ですねはい。 シールもねどちらから押さえていいかもうね難しいとこですけどはいこ,こちらがね小目の位置なんでこちらから押さえたでしょうかねはいはい、まあ、こう打ってここのハサミとここのハサミをね見合いにしたようなイメージですはい白はこちらに打っては詰、い、めとなりました はい白もすぐに動き出しましままたね、まあ、とりあえずねなんかこうとか、うん、あの打つようなこともできるんですけどあと飛躍した手ですとねこんなような打ち方も考えられますかねこうやってからつけるとそうやった時にうーんここがね実践とちょっと違,い違ってきますんでね、うんま、はいまあ、今回は普通に。 打た,れました。はい、白えっ、ー、と、まあ、黒はねえー、まあこうやっぱどうして、うん当てたいような感じがするんですよね気合としてこれなら穏やかですけど、あのー、これだけでね手を抜いてこちら打たれる意味もありますから、はい、このように打ってはい切り、はいまあ、ですかねはい まあ一応こう,こうやって打つようなこともあるんですけどこの場合はちょっと採用しにくいでしょうか2と打たれてしまいますからねはいこのように打って、うん、押していきましたねまあこうつけるような手もあるあるかもしれないんですけどこの場合は出られてちょっとこっち まあこんな感じでもあるんですけど、この場合はちょっと苦しいでしょうかね、戦いが、はい、なので仕方ないでしょうか。うん、黒も普通は引くことが多いんですけど、あの跳ねてね頑張りました。はい、うん、ここで押しましたね。こっち打つのも普通なんですけど、ここま曲がられてしまうというのがやっぱりちょっと嫌なところですから、はい、押しました。 はい、まあそうなるとねあの止まらないくなりましたねうんこの辺りで手を抜くわけにはいかないので跳ねることもできるんですけどこれ一回切りが入りますねうんまあこうとか打つとまたこ,こういうとこ切りが入ったりすると結構嫌味が出てきてしまうんでねここは伸びました 押したんですけどここで井山さんの次の一手がね素晴らしい手でしたねはい、ここで伸び切った手がねさすがの一着でした、うん、この辺りから白がやっぱり打ちにくくなってしまいましたんでやっぱりここ跳ねる、うん、跳ねでしょうかね跳ねるとこだったと思いますまあ本手はこうですけどね、うん、でも井山さんならもっと頑張る手を打ったかもしれませんけど切ったりね うん、でもまあ仮にこうやって打ってまあこの辺り打っといてねはいまあ先に G 与えましたけど白は局面が広いので、うん、これでこう打っておいた方が良かったと思いますね。はい実戦はこうやったんですけど全然聞いてもらえなくて、うん、これも全部このようにね強く受けられてしまいました。うん はいこれ逃げる手はこうやっててまあ、こういうこれはまあぐずんでいくんでしょうかねうんそれでちょ,、うん、ちょっと特にね捕まるような手がないっていう読みですよねこういう手に対してはこうやって下がりがいい手でこれどちらか取られてしまいますよねはいですしうん こうやってやればいきますけどこれはあのー、ここで生きてもしょうがないんですよねこっちえーうん、まあコートが突破されてしまいますと全然これは生きても得しないのではいうん仕方なくこう打ちましたけどね、うん、これはつけられてちょっとうん 相当苦しししくなってままいましたね、うん、もう僕が白だったらねもうダメかなって思っちゃいそうなぐらい、えー、ちょっとね心折れそうですねもし打ってたらさら <laughs>、うんはい、にここからこれがね厳しい手ではいこう分断されてしまいました <laughs>、うん、こうやってね辛抱して 置くのもあったかもしれないですけどうんこっちの方が良かった可能性もなくはないんですけどねこれに対してはすべてこう頑張るような体勢でねうんはいんこれが鋭い手でしたよね <laughs>、はい、こう攻めていてはいいんですけどうんこ,このように打ってね捕まらないですからね うん、この手に対しても本当はこういう手もね考えたいんですけどねこういうような手も考えたいんですけどちょっと跳ねられてねダメと見ましたねうんはい、うん、ここでまあこれでやって生きたんですけどうん、まあ、二眼の息でねとてもつらいので まあこう打ってまあ死んで打つような作戦もうーんどうだったんでしょうかねもし攻め取りになればねうんもう一勝負こ,こちらでできたかもしれませんしうん,なんか僕だったらこちらを選んだかもしれませんもし白で打ってたらねもう生きるのがつらいので生きる二眼で生きるんだったらねもう死んだ方がマシっていうような。 意味で、うんまあ、こういう展開ですとね、まあ、仮に、うんまあ、どう打つかあれですけど一応攻め取りにはなりそうなんで、まあ、ここでね勝負ここ全部陣になれば勝ちですから黒はなんか入っていくんでしょうけど、うん、そういう方がもしかしたら勝負になったんじゃないかなって思っちゃうんですけど、うん、これは相当薄い格好でね 生きることはできるんですけどこれは非常に寂しいですね、うん、生きるんだったら死んだ方がましっていうような生き方なんですよねうん <laughs>、うん、この辺りもねやっぱり鋭いです、うん、まあこう切るのはまあこうなってね ここで、まあそうですねまあこんな感じでもこれは抜かれそうですかねうんこちらでえどうだったかっていうことですけどまあでもこれはこっち白も生きないと何か打たないとあれですよねなんか危なそうなんで打っといてうんでもこつい 黒板になっちゃいますからちょっとし取,る取るのは難しいでしょうね、うん、ということでこちらを選択したと思います跳、うん、羽でね本当はこちら続けて打ちたいんですけど、うん、このこの石が一段がねちょっと危ないと見ましたよねなので跳ねまして覗きからコスミがさすがの一着です なんか羽とか打つとねもしかしたら手抜かれることも気にしたと思います。はい <laughs> まあこうなってねまあ一応あのー、まあしのぎがどうなるかっていう勝負ですけどまあどちらかというとねこれはあの知らないっていうような感触 うんですかね、うん、まあ背後なんでねどうなるか分かりませんけど、うん、僕が白だったらとても殺すことはできないなって考えちゃいますね。うん、はい実戦はうん、はい、まあこう打ったんですけどはいここで、まあ、取りに行くとまあ、こう。 こうやるでしょうか、ねうんこれこうやってうんとこうやる、うん、こうやって目を取るような感じでしょうかうんそうまあこうやまあこれもさっきねこうにな,なる ここに打つ手がありますかねこれには、うん、だから桂馬ぐらい打って、うん、まあこれには下がりは効きますからね、うん、これでなかなかまあ、取りに行くのは難しいかなと思います、うん、生きてしまっては、えー、まあ黒がね小生に近いのかなっていうところですねうん まあもう、ね、投了してもおかしくない形だったんですけど、まあ、もうちょっと打ったちょっとね心の整理っていうような感じでしたねはい実戦はこのようにここをしっかり生きた段階で、えー、投了されましたはいそうですねちょっと調査にとってはね不本意な内容だったのかなと思いましたねはい、うんえー、これで、えー、決勝戦は えー、一力さんと、えー、山さんということでね、はいまあ、またこの2人の、ね、決勝戦というような感じで、はいえー、非常に、ねまあ、本大本命同士がが、ね、当たったとっいうような、はいえー、ところだと思います、はいえー、決勝戦も、ね、楽しみにしたいと思います、はいえー、チャンネル登録の方も、えー、ぜひよろしくお願いいたします はい、それでは、えー、このあたりで終わりにしたいと思い,思います。はい、それでは失礼します。